さてここからはねシード争奪シングルトーナメント一発勝負です。今戦っているのが、チャリーさんと斉藤さん。チャリーさんキャリアが普通になってますね。さあここでね平田さんが遅ればせながら登場ですけど、トーナメントには参加しないみたいですね。まあ平田さんといえば私が4年か5年ぐらい前にゲームを貸したまま帰ってこなくて、でつい先やりたいなと思ったけどどうせ帰ってこないだろうと思ったので買いました。いや、まあ、スターオーシャンファーストディパーチャーを買ったんですが、いや平田さん買いたものは返しましょうね。ゲームとかまあまあお金とか。さあ先方ホンダブランカです。あー今発動してよかった。ガキャン張りてー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 よ。2ローリング、あー間に合わない、間に合った。ベガがガキャン、おお後ろから強パン、これどすこい、まだ粘っている。まあ前提見えたら最後打ちますよね。時間がまだあるので結構ベガ体力回復するので、まあ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 そんなに悪い状況ではありません。じゃあ中堅サガットレシオにバイスが大好きですね。3年か4年ぐらい前にチャリさんがバイス桜はゲージなければバイスウィルみたいな話をしてて、あしっかりしゃがむ強パン対空、画面端サガット対空でない、発動バーニーがバニがバニがバニがでで最後までアパカ出えへん、出てませんでしたね。確かにさ対象バイス、これは辛いことになりましたね。しかしチャリといえばバイス、ダメ端お攻めおステップしてメイヘムから足割り入ってしゃがみ強パンタイク22中圧中心だ。前剣から奥攻め、あ裏からヒット早かった、ジャックキック中キックカウンターにつながりました。ジャックキックのねカウンターヒットはプラス2振りにしかならないのであんまり余裕フレームなかったと思いますから、あの目押し。しかしバイスのゲージがない、投げてレベル1なのでまだ死なない。飛び闇の1点読みの D サイドスレイヤー、前転にメイヘムから D サイドスレイヤーということで、まだ残ったがさくらゲージがあるのでね、これはスライス。ガーキャン落ち攻め発動誘って、あっと全キャンが出ない、これはひどい、やってないと手は動いてくれません。さあ勝ったのは斉藤、太田さん、太田さんいけるいけるいけない。というわけでちょっとね南さんが試合なんでさすがに試合しながら食べるのは無理ということで、代理人でやっていますよと。ワンピー側は太田さんですね、さっきとはキャラ変えて、で南さんはいつもの、まあ、いつものって言っていいですかね、ぶら下がジョー。ちなみに現時点でランバトが始まってからまあ1時間と45分ぐらいですかね。ひとまずランバトが終わってここからシード予選一発トーナメント、まあ事前予想、本命ダヨシボッチャンタク、時点で YSK ライですかね、まあバカさん僕はもうオワコンなんで、そうですね、まあ本命どころも全員ばらけたんで、このボッチャンライが結構気になるところですね。まあ、YSK タックもなかなか面白いです。出現状さあいい戦闘ブランカ、しかし人多いね、24人ですよ24人、
それ以外のゲーム全然人いないのにね。関東の倍まあ部外者が言うのもあれなんですけど、バーサス人集まってなさすぎな気がするんですけど、もうちょっとねえ皆様なんか、あー日曜ってのもまあネックですかね。なんかディルレイの方は結構人集まったらしくて、なんか大会直前に屋根さんから電話があって、筐体の設定のやり方教えてとか言われて、えみたいな電話で言いましたけど、クレジット設定変えてイベントモード入れてみたいな、そんな裏話もありました。なんか珍しく屋根さんからメールがあって、今すぐ電話してみたいなって、なんかあったんかなと思ったら、あもしもし設定のやり方教えてって、え誰か知らんのって、そんなこともありました。あーセンスのない響きのカラー上げて近寄りして、トーマン大丈夫です、みなみさんそれデフォで見えないんで、いやもう30のご老体ですよ、人もここにご老体で強い人いますけど、あそこそこそのキョロキョロする人です。ですよね、あ、それダメです、しゃがみガード中トーマか立ちガードで強トーマです、各班は。まあ、たまに中のトーマと届かないときあるんで、強のトーマがダメージ100安いけど、確定です。たまには真面目なこと言う。さあうんこベガ、うんこ色のベガですね。あガーキャンポイントしてるんですか。それダメだって、それやっちゃダメだって。というわけで太田さんの勝利。チッ、いくぜ。さあね、また試合の合間に南さんがねブー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 言ったところで、第3試合ですね、ロイヤルさんとチッチさん。もうチッチさんはね岡山から来てるってのをみんな忘れてると思うんですよね。チッチさんのホームゲーセン、ビップかモンテかバーサスなんで全部全然違うです。そういやこの間のバーサス動画見てねえや。いやなんか屋根さんが優勝したって聞いて、あもういいやみたいな。サッカーキャンド、あれマジいらんすよね。いい時に限って暴発するっていう。なんとなくいいとこ、ボッチャン、ライさんいけそう。Try again. あー、余裕っていう。本人きつそうって、本当にきつそうな顔で。ごめん、何言っても余裕って俺言う気満々やったから。これ、組み合わせ決まったときに、ライさんが俺カピバライやからこのライと俺違うからなみたいなこと意味不明なこと言ってたけど、俺ボッチャンとやらんからみたいな、まさかの対戦拒否が。お祭り騒ぎっすね、お祭り騒ぎっすね、お祭り騒ぎっすね、お祭り騒ぎっすね。皆さん終電まだあるんで大丈夫です、巻かなくても行きますよ。まだ今夕方5時ぐらいなんで、そんなこんな雑談中に、あ言い忘れてましたけど、エネグルの方がロイヤルさんですね。まあ分かると思いますけどね、ロイヤル対キッチのタイプ、あれ見えないんですよね。まあ見えてもキャミー有利なんですけど、でおかしいな、マイク握るはずの南さんどこ行ったの。雑談してる。カプリス全く興味持っていらっしゃらない。画面足からとりあえず出たいですね。まあ、端背負っちゃうと当たり前ですけど、後ろ下がれない。怒らせたい、怒らせたい、とりあえず OKOK、
お美味しいけど、寄りの挑発長すぎるんですよ。さあ、対照戦、キャミー対チュンリー。Go for broke! Fight!つい30歳の誕生日を迎えられた南さん、ついこの前30歳の誕生日を迎えられた南さんいないですか。ファイク、あ、いいわ。あ、スーパーホイヨジャンプがやめて、リップのメンテが疑われる。あ、そりゃ昨日持っていったら別にメンテ悪くなかったっすね。全然いけた。あ、投げて投げて、ついた。これ発動、そうですね、まあとりあえず発動だけ見せて相手の怒りゲージなくすみたいな感じですね。ゲージ1本使って相手の怒りゲージをちょっと保有するみたいな。あ、ホワイトクどういうこと、どういうことなので、相手に思わずすいません、めんどくさかった。まあ勝てばええねんと、勝ったのはロイヤル。本日の関西最強系グループはどっちだと、ごっちゃん対ライ。よくやるねこの2人も。まあ総合戦績で言うとごっちゃんのやんとかね、地味な動画に残ってないけど、この間のランバットではライさんが勝ってると。ライさんの下がったのショージャンプ強キックヒット確認クラッシュがなかなかね見物です。あ、そして展開早いな。何の読みだよ今の。あ、これは中足スピードが残るけど、投げて流変兵あるある。一回ジャストとか入れて投げようとしたら、そのままねこうグリンってレバーが半回転しちゃうっていう。ああ、ひびきたいキャミ、そしてボクちゃんの響き戦マジ仕上がってるんですよね。ピオルか、とりあえず気絶をリセット。大パンチ返って攪拌、さあこの大パンタイプ強いんですよ。投げて、さあライアッに初テレビに当てたい。ボッチャこっから全然いける、あと一発差し返して、あと一発じゃなかった。大パン一発当てて、あ、でこの次もきついっす、ブランカー響きケーグル。そう、ライさんのいつもの勝ちパターンって言ったら、もう先方2人抜かれてから下がっとで逆に立てみたいな。投げ返す、響きの壊しマジ投げられるんですよね。あ、ライが前に出て、ボッチャンは下がる。さあまだ逃げる、さあこれはやりすぎた。一気にやりて、すごいね。おお、スラッシュ壊し、あのダイオスさん、あのブランカのサプバーなんかおかしくない、死んだ方がいい。ブランカの挑戦した鬼鈴木さんでしたっけ、確か。誰もいじってない、自然とそうなっちゃった。でなんか前にリップにあのカプエスのブランカを挑戦したって人がいらっしゃって、まあ、セーバー勢らしいんですけど、あのカプエス全員でこいつちょっとソース感にしようぜってこいつのお前のせいでみたいなお前のせいでこのゲームがあって、そんな冗談交じりの雑談から下がった下がった、どうしたらもう殴り合い、これこれはもう殴り合いっす。お互い大パンしか押してない、たまにはジャックパンのことも思い出してあげて。あ、大キックも思い出した。さあライが前に出る、割れてレイド、ただもっちゃんの怒りゲージが溜まって暴れてキャノンか。さあ今月の最強はボッチャンということですね。まあ毎月月替わりなんで、これあの転職みたいなもんですよ。
したぐらいに、あみたいな。あー、ちょっと、いやー、持ってましたね。別にそんなに、ラグビーになったわけでもないですけど。まあまあ、一段落ということで。あ、ゼノさんなんか、ちょっと遅れてから行き回して言ってたんで。ワンバトンは出れないけど、シード予選だけ出たいっていう、まあ割とガチコメントが、まあ欲しがるというんですけど。あ、これは下げて。とりあえず、ちょっと休憩したいよ。今日のビップなんか盛況やん。 KOF 回ってるし、ポッと回ってるし、ダイオスさんは疲れてるし、待ち時間が長いですよ、ここまで行くの。あ、いらっしゃいませ。あれちゃんと入れといたんで。あ、優勝はあのそこで鎮座してる方が。いや、ボソッと言ったけど、チンザって。王様みたいな。うわ、すげえ。この次 YSK とたくさん。 YSK やってる？飛ばしてもいいけど。あ、じゃあ飛ばしますか。じゃ次の試合、元さんとミーさんなんでスタンバイだけお願いします。ミーさんいる。元さん、元木開いた。あ、スタンバイだけ。これ次この試合なんです。じゃあ、みーさん、こちらの方です。これが有名なあの、元さんです。あの、10年選手の元さんです。はい、じゃあ、まあ、します。お願いします。